サント・シャペル、サント・チャペルとは、聖なる、礼拝堂という意味で、フランスのパリ中心部、シテ島にある、ゴシック建築の教会堂。おそらくゴシック建築が最も輝かしかった時期の頂点とも言える傑作である。サント・シャペル・デュ・パレとも呼ばれ、ルイ九世が1239年から収集し始めた、聖遺物を収めるために建設を命じたものである。コンシェルジュリーとに、 カペー朝時代の王宮であるシュテグーの後であり、現在はパリのパレド・ジュスティスの一部である。2011年には90万人以上の観光客が訪れた。セールインは多くの貴族のように異物を盗み出すことはしなかった。彼は1239年、コンスタンティノープルのラテン帝国皇帝、ボルドワン2世に対して3万5000リーブルもの大金を支払って、 キリスト受難の貴重な生遺物である景観を購入した。1241年には、聖十字架のかけら、聖地や墓石などの生遺物も、聖類のコレクションに加えられた。2階フロアのステンドグラス3と、シャペルのファサード2階部分の外観生類は、購入した生遺物のコレクションを収めて礼拝するための、教会堂の建設を決意した。この新しい礼拝堂は、 当時の巨城のバンセン路城ではなく、時折訪れる、旧王宮シテグルにあった聖ニコラレ拝堂イドを取り壊して、その跡地に建設されることになった。建設が開始された、正確な日付は不明であるが、聖遺物がパリに到着した1241年の秋から、ローマ教皇の直所に、この工事のことが初めて触れられた1244年5月までの間であろうと考えられている。 その後、1248年の4月26日には、建造されており、工事期間は4から6年程度と考えられる。サント・シャペル全体の建築費は4万リーブルだった。このようにして、サント・シャペルには、貴重な生意物が収められた。タンナル・フランドル博がコンスタンティノープルを占領して、行為を得たり、神聖ローマ帝国の政治が乱れていたりした時代でも、あったため、 サント・シャペルからは、礼拝の場として、昨日だけではなく、西、キリスト教世界の中心的君主となろうという、セルイの政治的、文化的野心も読み取れる。コンスタンティノープルのアヤ・ソフィアが、皇帝の宮殿から個人的に行けたように、ルイも自分の宮殿からサント・シャペルに直接、通り抜けられるようになっていた。王のチャペルの真下には、宮殿のすべての居住者のために、 教区教会として使われた下の教会がある。王は後にカトリック教会から劣勢され、聖類と呼ばれるようになった。直接建設に携わった設計士や建築家の名も不明である。昔からの言い伝えでは、ピエールド・モントルイユだと言われている。彼はサンドに大聖堂のアプスを再建したり、パリのノートルダム大聖堂のファサードを完成させたり、 サンジェルマンデプレシュ動院の礼拝堂を建築した人物である。他にも様々な説があるが、ノートルダム大聖堂を建築に携わったロベールド・リュザルシュとする説も有力である。なお、ノートルダム大聖堂にはサント・シャペルとの連絡通路が作られたこともあった。教会で視覚的に最も美しく、このタイプでは世界でもベストだと考えられているのが、 サント・シャペルのステンドグラスである。その石材工は繊細な構成で、バラ窓は15世紀に上のチャペルに加えられた。フランス革命期、サント・シャペルは行政の事務所として使われ、窓は巨大な整理棚で隠されていた。その美しさはほとんど忘れ去られていたため、たまたま破壊から免れたが、クワイヤの聖火体積や内人障壁は破壊され、戦闘は引き下ろされ、 遺物は散逸してしまった。19世紀になると、フェリックス・デバンやラス・ユラと共に、ル・デュークがサント・シャペルを修復した。現在の繊細な戦闘は、ル・デュークの設定である。シテグー自体は完全になくなってしまったが、サント・シャペルは宮殿後の建物に取り囲まれるように残った。サント・シャペルは1862年に歴史的建造物に指定され、現在は、 国立モニュメントセンターが管理運営している。ありがとうございます。